ノブゴロドのベーチェでボルフを殺すグレプグレップ、スブヤトスラビチは、キエフ大公スブヤトスラフ二世の長男である。トムタラカニ公、1064年、1066年から1068年。ノブゴロド公、1069年から1073年、1077年から1078年。グレップは1064年に、トムタラカニ公となったが、その年のうちに、 いとこのロスツラフによって、トムタラカニから追放された。父、スビアトスラフの支援を受けて、トムタラカニへ戻るが、すぐに、ロスツラフによって、再び、トムタラカニを追われた。グレプが、トムタラカニ公としての地位を確立するのは、ロスツラフの死亡した1067年以降のことで、ある。トムタラカニの一種と呼ばれる、大遺跡に刻まれた文章によると、 グレプは1068年にトムタラカニとケルチの間の距離を氷の上を伝って測定したという。これはルーシにおける地形学、水色学的行為の最も古い例である。グレプは1067年のある期間、ノブゴロド公となっていたが、ポロツクコゲのフセスラフがキエフ大公となるとトムタラカニに帰還していた。1 6 9年にグレプは再びノブゴロド港となり、 フセスラフも、キエフから、ポロックへと逃走していた。同年、フセスラフの軍がノブゴロドを攻めたが、グレプは、ノブゴロドの民兵を指揮し、ノブゴロドの防衛に成功した。その後、1073年まで、ノブゴロド公国を統治し、父スビアトスラフが、キエフ大公となると、ペレアスラブリ公国を譲渡された。1077年に、スビアトスラフ二世が死に、キエフ大公位に、 フセボロド一世がつくと、グレプは再びノブゴロドに違法された。現初年代記の記述によれば、1078年、ノブゴロドに、ボルフたちが現れ、人々に、ノブゴロド主教に対する放棄を呼びかけた。グレプと、そのドルジーナは、主教の側につき、ノブゴロドの人々は、ボルフの側についた。グレプは自ら、ボルフの元に赴き、ボルフを切った。ボルフの、肉体は滅び、 魂は悪魔に委ねたと、原社年代記は記している。しかしその翌年、グレプは、ノブゴロド行為を追われている。歴史学博士のアイフロヤノフの説によれば、それは、グレプの身に迫った危機と、おそらく結びついているという。おそらくグレプは、ノブゴロドの不作を悟り、彼を非難するノブゴロドの人々に襲われる危機にあった。グレプのノブゴロドからの脱出は、 時代が差し迫っていたことの証拠であるという。年代記におけるゴルフは、土着の進行を指導する者を指していると推測されている。グレプは1078年5月30日に、ビシェラ川を溶かした際に、中時族に殺された。同年7月23日に、チェルニゴフに埋葬されている。AB 中村義和、原初年代記、ロシア中世、物語集。 P39 から 40ABE はまトーる、ロシア紙、P95R913 二2012121ありがとうございます。